僕は宮本小次郎、16歳。帰宅しては家でアニメを見る生活。そんな僕は成績も悪く、入学できる高校は偏差値32の底辺高校だった。今日から高校生となります。もう大人なので、校則を守り、規則正しい生活をしましょう。そこ、タバコは喫煙所で吸いなさい。せやな、あのジジイ誰だよ。あげ、終わった。俺の人生は終わった。ここで3年間やっていけるわけがない。終わった。お前、この学校でトップ取れよ。じゃないと家入れねえぞ。分かってら、この腕一本でのし上がってみせっから。トップって成績のことじゃないのかよ。え、子供がタバコ吸ってるのに何も言わないのかよ。おい、火持ってないか。も、持ってないです。火持ってねえのか、しょうがねえな。持ってるわけないだろ、タバコ吸う前提で言ってくんなよ。今日から君たちの担任となる石橋宗介だ。厳しくいくから覚悟しろ。お前ら怒られろ、ざまあみろ。この先生怖そうだからな。じゃあ、ということで1時間目の国語の先生が来るまで静かにしているように。おい、注意しないのかよ。お前眠くねえの？え、あ、眠くはないよ。ああ、そうなんだ。お前のことは尊敬するぜ。どうなってんだ？なんでこんなとこで寝始めるんだよ。あ、もう帰りたいよ。先が思いやられるわ。次回予告。底辺高校に入学した小次郎だったが、入学初日から洗礼を受けることとなった。怖そうな奴がたくさんいる中、ただの引きこもり陰キャラの小次郎は生き残れるのか。底辺高校サバイブストーリー、次回もお楽しみに。